普天間飛行場は今後5年ないし7年以内に全面返還されることになります。28年前の今日、日米両政府はアメリカ軍普天間基地の全面返還に合意しました。しかし普天間基地は宜野湾市の中心で運用を続け、多くの事故がありながらも軍用機は上空を飛び続けています。返還の前提になっている名護市辺野古への移設工事では、政府は県が反発する中、前例のない大執行により工事を進めています。一方、工事を終えるまでに早くて12年かかるとされ、軟弱地盤の改良といった難工事を前に工期が延びることが想定されていて、今も普天間基地の返還のめどは立っていません。